エクストラ EA-300 エクストラ EA-300 ロイヤルヨルダニアンファルコンズ所属機エクストラ EA-300 はドイツのエクストラ社が製作する極技飛行用飛行機エクストラ三百とも呼ばれる信頼性と高性能を両立し九百八十八年の登場以来二千二十年代の現在に至るまでの間極技飛行機の代表的機種の一つとして 地位を確立している。極技飛行士、ウォルター・エクストラの手によって1987年に設計され、翌年に初飛行した。機体はカーボンファイバーと交換フレーム製で、主翼は対象翼となっている。エンジンはライカミングエンジンズ製のレシプロエンジン。プロペラは MT プロペラ製の3羽を採用。荷重制限はマイナス 10G。10 G 航空景器を航空法で必須とされるものだけに絞るなど、極技飛行に特化するため軽量化を優先しているが、極技飛行に欠かせないスモーク発生装置を標準装備している。民間では多くの極技飛行士が世界選手権で使用し2009年に初優勝、2013年から2017年まで連続優勝を果たしている。レッドブルエアレースワールドシリーズ用のモデルも、 存在する。複座型は、極技飛行の初頭訓練や体験にも利用されている。EEA-300、SEA-300、SHPEA-300 SH、SC 軍用としては、ヨルダン空軍のロイヤルヨルダニアンファルコンズや、チリ空軍のアルコネスなど、極技飛行隊に使用されている。エクストラは2018年現在、SC、LX、 LT と低価格の入門用、モデル EA-200 の4機種を販売している。オリジナルの複座型。ウレツに、画像あり。単座型。翼服は50センチメートル縮小され、より大きなエルロンが取り付けられている。ウレツに、画像あり。EA-300LEA-300L の、後部座席 EA-300LEA-300L シート、搭載エンジン。 ライカミングアイオーマイナス 580L は二人のリバージョンを表す。アエオーマイナス540で動力を与えられるに、座席の航空機で低い翼と短い胴体を備えている。極技飛行を始める際に教官が同乗する練習機として使用されており、最も多く生産されている。翼は胴体の底に取り付けられ、スパンは26フィートから24フィートに、 減少している。改良された補助翼は300リットルのロールレートを400度秒に上げる。すべての300リットルは連邦航空局及び欧州連合航空局の規制に基づいて完全に認定されている。右列に画像あり。EA-330LX ノーザンライツの極限飛行 EA-330SC による 曲芸飛行地理フランスヨルダンマレーシア画像は EA-300 出展エクストラやクラフト SEA-300L ページ初言性能ありがとうございます